こんにちは、速稼塾の方です。コメント欄オープンにしたのはちょっと訳があってですね、コメント欄を閉じた時ってのは何かっていうと、なんかね、これ非常に言いにくいんですけども、億万長者合宿のやり取りしてる時にものすごくアンチコメントが増えたんで、なんだこれやと思ったんですよね。普段そういうのなかったんですけども、でなんかバットもなんか妙に多いんですよ。だから私は億万長者っていうねテーマで話した時にものすごく反感を買ったんではなかろうかと思ったんですよね。でその風が過ぎて、まあ、ナイト2000が来てくれたんでね、あれが再生数を叩き出してくれたんで、あ、この再生数がね40万回ぐらいあるのに、他の動画も40万回20万回20万回とかね10万回とかって乱発してるのにコメント欄がないっていうのは非常に多くのチャンスを失ってるなと思ったんで、ちょっとね開けました。でアンチコメントも多分これからも来ると思いますけども、まあ、そういうのも込みで交流ですからね、開いていこうかと思います。で、USB って昔懐かしいですね。このなんかね、どうでもいい状況に3文字の英語を当てはめて、それでなんかね、ローンチかけて売っていくみたいなのの、そのシリーズの一つが USB だったと思うんですけども、あんまりだからこれ USB ってくくりをしなくても、そんなん別に名前つけなくても、誰でも意識してるやろみたいなことを言ってしまえば言ってしまうんですけども、本当に上手に売りました、この USB ってのは。結構ね、その教材が売れたりとか、USB の第一人者とか言って、ピザの話って必ず出てくるんですよ。でもそこで終わりなんですよ。ピザの話が出て終わりとかね。であなたにしかできないことをやっていきましょうって言うんですけども、そのあなたにしかできないことっていうのがどれなのかわからないから困ってるんですよね。でそれはあなたにしかできないことですよって言われても、いや他の人でもやってるでしょみたいなことになってきて、結局話が進まずに、終わっていくってことなんですよ。で私が考えるのは、自分にしかできないことって自分でねこれだっていうふうに見出すことは難しいんで、適当にいろいろやってって相対的に見てる人が、それは自分の世界ではあなたが初めてですっていう風なね、自分が相対的に第一人者になるような世界を探していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ例えばね、私は民謡三味線をやってますけども、すでに YouTube で私の三味線の動画のファンの方っていらっしゃるんですよね。いらっしゃるんですけども、私別に上手じゃないんですよ。でもっともっと上手な人がいるんですけども、多分その方から見ると楽器の出来栄えとかね、それから見た感じとか雰囲気とかっていうので一番になったんでしょうね。だからそういうものでいいんじゃないかなと思うんですよ。自分をナンバーワンとして評価してくれる分野と、そういうふうに持ち上げてくれる人との組み合わせがあればもうそれで十分なんで、何もねトップレベルを目指す必要はないし、どうしようもない高いレベルを目指す必要はなくって、相対的に自分がこうやって見上げてもらえるような、そんなね、立場にいればいいんじゃないかなと思いますよね。だからそれがいわゆる後でつけた USB なのかなと思いますけどもね。どうですかね。まあそんな感じでね、考えてます。だからあんまりね、こう最初は深く考えずにあれこれやってみることだと思うんですよ。でその中で多くの人が評価してくれるものに自分を寄せていけばいいのかなと思います。それだけに尽きると思います。もう自分しかできないことを見つけてそれをやったところで周りの人に受けなかったら意味ないですからね。やっぱりダメじゃんっていう風な悪い印象が残るだけなんで、だからその自分の特徴ってのは周りの人が決めてくれますから、お前歌を上手だねって言われれば歌でやっていけばいいし、お前面白い顔してるなと思ったらね面白い顔してきゃいいですし、お前頭いいなって言われるんだったらそのね頭がいいって言ってくれる人に対して自分の頭を見せつければいいだけなんですよ。でも別に自分が一番頭がいいわけではなくて、たまたまその人との関係の中でその人から見て自分が頭がいいと感じてくれるだけなんですよね。それに尽きると思うんですけどもね、いかがでしょうか。